綾鷹茶葉の甘み玉露入りの味を吟味する羽島京志郎のモノマネをする H 島京志郎をやったところ、コップに入ってた、茶葉の甘みの綾鷹がまずくて、もう一度やり直すところからそれをさらに吟味加速させた羽島京志郎のモノマネ強化バージョンね、いわゆる。じゃあ吟味していこうと思います。綾鷹吟味してみたらいいや、ごめんね、普通のラフな動画にする。モノマネってなんか緊張感があっていいんだけど良くないんだよねっていうね、ありよりのなしかお前はよ。ちょっと待って、はあ、ダメだ、なんか背徳感に見えちゃうな。背徳感を表現した一瞬にならないこれ、はあじゃあ早速飲んでテイスティングしていきたいと思います。テイスティングタイム。アンド乾燥、なんかね、口に入れた瞬間ね、なんかね、あの優しい、なんか美味しい豆乳シリーズっていうかさ、なんか豆乳シリーズ、調整豆乳シリーズの味がしたんですよ。でその後ね、吟味しようとしたらね、鼻詰まってて全然味わかんなかったなので、鼻を噛んでもう一回やります。ごめんちゃーい、コフスキー。笑ってくれた今ので。笑ってくれましたか？笑ってないですよね。ベベンってね、あのポップに自決してみました。はい、あざした。ディザスター、ディザスターが言えない男、羽島清志郎の綾鷹、すいません、幹部も爆読みするわ。綾鷹茶葉のあやみ玉、あやばいやばい、なんか喋りすぎるとね、あって言ってね、鼓膜がキーンってなっちゃうんですよ。多分ねこれね、幽霊の仕業で、幽霊がね、お前喋りすぎだよ、頭おかしすぎだってね、俺にまで影響出てんだよと、お化けがね、だからやめてと、セーブしてと、喉痛いよと、もしくは守護霊がね、お前もう話しすぎての、喉痛いから、ちょっと休みなさいっていう警告です。あ、頭痛もしてきた。本当、幻覚、幻聴が聞こえる頭おかしい人ですけど、これは僕の想像力の、脳内の話を、脳内を口で皆さんに、空気から、まあ、いや、それは略称で、伝えようとしてるだけなんで、頭のおかしい人じゃないですけど、頭のおかしい人です。綾鷹茶葉の甘み、玉露入りを吟味してみた、でした。ご清聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価するよりも、この動画で思ったことをコメントに書いてくれた方が、嬉しいはイコールです。イコール使ってみたかっただけです。なんで、チャンネル登録と高評価と、コメント、ぜひ、色即是非お願いします。テイク2、チャンネル登録、高評価、コメント、書き込み、ツイッターフォロー、ぜひ、色即是非ということで次回の動画で見ましょう。バイバーイ。あのね、ぜひぜひお願いしますの、ぜひが色即是空に見えたんで、鼻腔内に脳みそを持つ男、羽島清志郎が、ユーモアを発揮したところ、普通につまらないし、それもね、セリフを噛んでしまうと、噛んでしまったと、喋りよね、トークっていうか、音を噛んでしまったがために、テイク2に入った羽島清志郎でした。ね、終わりまでが長えって、もう1分くらいやってんだから、バイバイ。